はい、皆さんこんにちは。坂キャッツでございます。まもなく4時ですね。5月は14日の日曜日でございまして、日が照りません。はい、まあ温度はねちょうどいいぐらい、20度と22度ぐらいで、まあまあいい季節ですね。雨降るんでしょうかね。嫌ですね、ほんまにね。私もですね、自分がもうすぐ61になりますね、あと2ヶ月ぐらいで、僕の周りはだから大体みんなですね50代が多くなりました。私より上の人はですね、もう大体退場しましたね。私の視界にいない人がほとんどでございまして、まあいる人も若干いますけどもですね、ほぼいないですね。なんでみんな消えていってんだろうと思うんですけど、あ、もう亡くなったかと思いますね。亡くなったかと思います。はい、じゃあもう大体いなくなりました。はい、で、あの、もう40ぐらいの人っていうのもいるんですけども、40代の人もいるんですけども、まあだからお付き合いをいただいている中では一番若手グループでしょうかね。で、あの、マンションを買いたいというようなですねご相談も最近はほとんどですね50代以上の方になりました。何でしょうかね、40歳ぐらいの初めてマンションを買いますみたいな人はあんまりいないんですけども、たまに言います。だメールをいただいたりね、しますけども、やっぱり今結婚の年齢がね上がってるでしょう。40を手前にですね、結婚するような人が多いわけでございまして、ふかきょんさんね、もうすぐ40、今40かで、ご結婚というふうな話を先日をいたしましたけども、まああれは別に珍しくないわけですね。で、女性が初めて子供を産む年齢もですね30代の後半に来ていますね。ええかいなと思うんですけど、本来ですね18、人間が猿やと思えばですね18ぐらいで産むのが一番いいとされてますね。それだいぶ上がってきたと、まあしゃあないですね。社会が成熟をしているということでございます。でですね、その頃に結婚をなさいますとですね、まあ、あの、家が欲しいということでですね、40前後でですね、そのローンを組んでですね、タワーマンションを買われる方が多いわけですね。あの、ニューカマーという人々ですね、東京で生まれたわけではなくですね、大学入学かもしくは就職で東京に来られた方。実は私はニューカマーと呼んでるんですけど、ニューカマー同士が結婚をしたりしますとですね、東京に家がないわけです。お互い実家がない。じゃあ何か買わなあかんやんということになってですね、まあそこそこの収入はございますと、今はですね、夫婦共働きなんていうことがございまして、私の頃のことはですね、今はダブルインカムなんて言いますけども、まあ共にですね正社員で稼いでいたりしますと、あっという間にですね世帯収入は1000万を超えまして、1200万1300万、まああれですね、属性が良ければ1500万って当たり前にございまして、まあ旦那の属性がもうすごく良ければですね1500万2000万稼ぐ人もいますね、40歳ぐらいで。そんな方々がですね、さて、東京でマンションを買おうというとですね、まあまだ大体ですね、世帯収入の7倍ぐらいがですね、その予算になってきます。1500万だといたしますとですね1億ということになりますが、今1億円ではですね、今山手線の内側では買えません。買えて45平米とかそういうですね、値段になってしまいましてですね、買えません。じゃあどういたしましょうかと言いますと、湾岸エリアやですね武蔵小杉のタワーマンションであればですね1億円ちょっと、あれも1億前後でですね、まあ中古マンションでも新築でもそうですね、ございますね。平米、坪単価がですね400万ちょいぐらいでしたらですね、まあ20坪で9000万に収まってきます。そしたら予算内であるやないかということで、ローンを組んで買おうということになります。だいたい収入の7倍ぐらいの、これもですね、ご夫婦でですね、それぞれが35年ローンを背負うという買い方をなさいます。例えば旦那さん40歳、奥様36歳、なんていうペアがですね、35年ローンを組んだといたします。でですね、旦那様がですね、60歳になられるのは20年後ですね。
20年後ですね。その間ですね、奥様がですね、お子さんをお産みになってですね、収入がなくなる場合もあればですね、なくならない場合もあります。育児休暇等をお取りになってですね、またご復帰になったりをいたします。しかし20年後には確実に旦那さんの給料はですね、今の40歳時点よりも安くなるでしょうね。例えば今900万の方がですね、60歳におなりになるとですね、これは一気に500万ぐらいになったりします。で65歳になるとそれがですね、300万とか400万、65歳でまだ雇用が続いていればね、そんな風になってしまいます。それでもローンの支払いは変わりません。変わらなければいいんですけども、変動相場制で組んでおられるとですね、変動金利で組んでおられると上がったりします。はい、40歳の方が35年ローンを組まれると75歳なんですよ、最終的に。でまともに返せるのは最初の20年だけなんですよ。あとの15年はですね、その少なくなった自分の収入から払わなければならないわけですね。で奥様がですね、途中でですね、仕事を辞められたりするとですね、どうすんのそれということになりますね。お二人とも健康で今以上の収入が35年続くというのがペアローンの35年ものなんですよ。まあ、あるわけないやそんなと。100組に2組もないと思いますよ、そういう状況が続くという夫婦は。であるのにですね、98% はうまくいかないと分かっているのにですね、そういうローンを組んでるっていうのは不思議でしゃあないんですよ。もう破綻が目に見えてるやんと。でまあお二人ね、元気で働き続けられればいいですけど、元気で働き続けていても今3組に1組は離婚するんです。離婚したらどうすんのって世界ですね。つまりね、こんなハイリスクなことないんですよ。ペアローンで35年を組んでですね、ギリギリのローンでですね、タワマンを買うっていう、あんたら何考えてんのって世界ですね。私から言わせればもう破綻のレールを敷いたようなものなんですよ。うまくいく可能性は 2% ないやろうなと思います。そもそも20年後には絶対破綻するやんということですね。その時の退職金で払えばいいっていうお考えになりますけど、まあ20年後もね、予定通り退職金出ればいいですけどね。今はですね、ものすごい会社でもですね、途中で経営が怪しくなるんですよ。うまく飛び降りられればいいですけどね、割り増し退職金なんかもらって、まあ、それでも狂いますよね。でやったら返せるのと途中で売ったらええやんという発想があります。この東京のですね、マンション価格はこの10年上がり続けてきました。だから売れば新築時より高く売れました。これからは知りませんよ、はっきり言って。もう上がるとこまで上がってるんですよ。特にね、湾岸のタワマンなんて住む人しか買わないんですよ。東京都心のね、タワマンはね、住む人だけちゃうんですよ。相続税対策とかってわけのわからん金持ちがいっぱい買いに来ているんですよ。これも欲しい、あれも欲しいとかって。そういうところとですね、実需エリアは相場の成り立ちが違うんですね。実需エリアは実需が買える人の上限までしか上がらないんです。今その上限です。だって言うたらですね、世帯年収1500万ぐらいのですね、どっちか言えば東京の基準から見ればどっちかというと貧困家庭ですよ。それが一生懸命買ってるわけですね。で買える上限が今の湾岸の8000万9000万っていう値段です。それ以上に上がったら売れないんですよ。で富裕層は湾岸のタワマン交代しませんよ。武蔵小杉のタワマンも買わないでしょうね。まあ富裕層があんまり好まないエリアですから。なん でつまり今が上限なんですね。これ以上上がるかもしれませんけど、上がっても動きが鈍くなるだけなんです。ということはですね、湾岸タワマンをペアローンで買うということはですね、 98% の不幸な人生のレールを敷くということだと私は思いますけどね。その現にそれやってる人いっぱいいるんですよ。本当にそんなことがね、こう横行していいんかなと思いますけど、別にこれはですね、私がとやかく言ったところでこう止まらない大きなトレンドでありますからね。まあ好きな人は買えばいいんですけど、その先にものすごいリスクが待ってるんやろと私は常に言い続けてるんですけどね。
なぜかでもですね、人気は続いているというのが現実でございます。この件に関しましてはですね、特に貼るページはございません。今そんな原稿書いてたんですけど、出るの間に合わないんです、とりあえず喋ってしまいましたけども、皆さんね、よくお考えになりましょうねというお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。